シュマロじゃないもん、マシュマロだもん。はいどうも、マシュマロです。さあ今回はちょっとここに座ったまんまお話ししようかなということで、ちょっと島の中のねベンチを移動してたぬき商店の前に座っております。まず最初にですね、今回の動画はリアタイ勢も使えるようなハロウィン DIY レシピの効率的な集め方と豆知識をね4つお教えしたいなと思います。まあ、この豆知識というのもやっていて気づいたこととかなんでね、それを使用しながらみんなね効率よく集めてもらえたらなと思います。皆さん、浜辺に落ちているメッセージボトルからはですね、今回ハロウィンの DIY レシピは出ないので覚えておいてください。そして風船はね、皆さんの時間的なことを考えると効率的とは言えないので説明を省いています。今回ハロウィン限定の家具自体はですね、10月に入るとこのバッグに見える豆粒商店でも販売されます。色は島固定ではなくランダムです。そしてこの家具ね、リメイク可能なので別にね DIY レシピはいらないし、お金がかかるのも気にならないからって人はね、あまりこの動画は役に立たないかもです。これが前提としてありますね。ですが豆粒商店で買うことで手に入るハロウィン家具は10種類のみなんですよ。でも全部で家具は、まあ、柵やステッキを含めてもですね14種類あるんですよね。この残りの4種類を効率よく手に入れたい方はね、こっちの動画を参考にしてみてください。補足として正確にはですね、家具はもう一つあって、パンプキングの肖像画が10月1日にポストに届くんですよね。それね、ポスト確認してちゃんとね受け取ってくださいね。あと知ってますか、実はあのパンプキングの肖像画光ってるんですよ。暗い部屋とかで見るとねすごく光ってるの分かりやすいからね、見てみてください。では本題に入ります。まず先ほども話したようにハロウィン家具っていうのは、まあ、DIY レシピ含めて全部で14種類ありますよね。で必要個数等もまとめてあるんでね、こっちの前回挙げたハロウィン家具 DIY レシピ全14種類リメイク時の違いと必要素材全個数、こっちも参考にしながらやってみてほしいんですが、そのうち10種類はですね、1日から30日の中で住民から教えてもらえるんだよね。でここで私はね時間操作もしているんで、もらう過程であることを疑問に思ったんですよ。以前動画にもしましたが、もらえる DIY レシピはね住民の性格で決まっているという法則、これ当てはまっちゃったらやばいんでないのっていう考え、はい、しっかりね検証しましたよ。結果は関係なかったです。性格は関係なく、まあこれなら容易に集められそうですよね。そして次の疑問、これって1日1つのハロウィン DIY レシピしか手に入らない説。結果を先に言うと仮説は正しかったんですよね。じゃあ説明していきますね。まず1日の中で住民は起きてる時間から3時間周期で、その日3人の住民が代わる代わるでトンカントンカンしてるんですよ。トンカントンカンっていうのはお家の中で DIY レシピを作っている作業のことを私トンカンって言ってるんですけど、でこれはね知っている人もいると思います。まあ、知らない人は覚えておいてください。3時間周期で1日3人って決まってるんですよね。でこの周期で10日回したんですよね。そうすると1人はハロウィンの DIY レシピで、あとの2人は別の関係のない DIY レシピを渡してくるという流れになったんですよね。で必ずしも一発目にハロウィンの DIY レシピが来るわけじゃないので、しっかりね3時間周期でトンカン住民をね見つけて話しかけてください。これを実質10日やれば10種類の DIY レシピが揃います。ここで注意点というかね、さらに4つの豆知識をプラスします。1つ目、 DIY レシピはもらってから、覚えてしまえば次にねもらう DIY レシピのかぶりを極力抑えられます。というのも、まあ、DIY レシピもらってバッグの中にね溜め続けてるとどうしてもかぶりが発生し始めるんですよね。それが逆にもらってすぐ覚えてしまえば、なんかねこれはゲームの中の仕様なんだと思うんですけど、かぶりがね抑えられるんですよ。だからかぶりたくないなっていう人は、一人でやっている方は覚えちゃった方が効率いいです。
次2つ目、さっきのに補足して友人と協力して集めたりしたい方はですね、あえて覚えずにいると被りが出やすいのでいいかもしれない。交換したりとかしやすいと思うんで、あえて覚えないのも手になりますね。3つ目、10月の間 DIY レシピを聞きに行った時にもうすでに覚えている場合、ハロウィンの DIY レシピと被るとね、かぼちゃをくれます。これっていうのもまあコンプしている状態ですね。 DIY レシピ14種類すべてコンプしていると、まあ聞きに行った時にかぼちゃをくれることがありますね。そして4つ目、今月はまあ序盤にね、10日に釣り大会があるんですよ。だからその日はトンカンしている住民はいません。そして、まあ、これもちょっと調べたんですけど、31日のハロウィン当日も、まあ、5時からねパンプキングが現れるんですけど、夕方の5時以前もトンカンしていませんでした。なんでね、まず31日と10日に関してはトンカン住民がいないということを覚えておいてください。なんで最短でDIY レシピをコンプするとすれば、まあ11日かなと、10月11日にコンプできるんじゃないかなと思います。これはねリアタイ勢の方も覚えておいてください。1日1回やれば DIY レシピが必ずもらえるということですね。はい、ポイントを抑えればね効率よく集められると思うんで、ぜひねやってみてください。次の動画はですね、ハロウィン当日になります。残りの4種類のハロウィン家具の入手方法をプレイしながらですね、プレイした感じでの流れでお届けします。チャンネル登録高評価がまだの方はね、ぜひよろしくお願いいたします。あつ森動画たくさん上げてるんで、島紹介とかもね興味あったりしたら見てみてください。今目の前歩いてるパッチが一押しです。パッチのモーニングルーティーン見てみてくださいね。では皆さん、次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。Thank you.